荒木久志地区は日本のアナウンサー。テレビ熊本に所属していた。大分県北天辺郡佐賀の関町出身。10歳まで同地で過ごし、その後神奈川県茅ヶ崎市に在住していた。法政大学卒業後、1985年4月にテレビ熊本に入社。アナウンサーのほか、報道部長も務めた。アナウンサーとして、ローカル番組を中心に32年にわたり、 活躍した。富士テレビアナウンサーのカルベ新一とは、系列局の同期で、荒木が、キャスターの番組、特スーパーニュースピュアピュアに、カルベが、ゲスト出演した際、FNS の新人アナウンサー研修で知り合い、記念写真も隣同士で写っていることや、思い出話を語った。先日のカルベと同じく、富士テレビアナウンサーの三宅正春も、系列局の同期で、荒木が、 リポーターの番組、栄太郎の語らんねに、三宅がゲスト出演した際、FNS の新人アナウンサー研修で知り合い、記念写真も隣同士で写っていることや、思い出話を語った。2017年8月27日の昼のニュースを担当した後体調を崩し、救急搬送されたものの、昼のニュースの放送から2時間後の午後1時58分、大動脈帰りにより死去した。 翌8月28日にテレビ熊本が荒木の救世を同局公式サイト上で発表、また28日に放送された同局の各ローカル番組内でも出演者らが荒木の訃報を伝えた。万57歳没。亡くなった際には熊本市長の大西和文や Do ア s Infinity の友野富子らがツイッター上で、また女優のエイビクラララ,ラが 自身のブログ上でコメントを寄せた。県内他局である熊本放送アナウンサーの木村和也は8月29日の通夜に散列するとともに自身のブログで追悼記事を投稿した。この中では熊本にある放送局のアナウンサーが集まって勉強会及び懇親会をやっているエピソードを添え荒木は在熊アナウンサーの兄貴だったと個人を偲んだ。葬儀 国別式は8月30日に執り行われ、後輩アナウンサーの熊本隆太が、ブログで荒木とのエピソードを交えて、国別式の模様を記し、個人を追悼した。旧市から2週間後の2017年9月9日10日に、富士テレビ系列全国ネットで放送された、FNS27 時間テレビ2017に、ほんの歴史の FNS 各局参加企画、歴史自慢。 対象が生涯最後の出演となった。ABCD プロフィール荒木久志地区。テレビ熊本。2017年8月29日閲覧。ABCD テレビ熊本アナウンサーの荒木久志武さんが死去57歳。エミクララ熊本市長ら追悼。オリコン。 2017年8月29日閲覧。特の荒木穴子居57歳報道。娯楽番組などで活躍。西日本経済新聞電子版。2017年8月29日閲覧。軍事宅かな。笑顔と涙。特アナウンサーブログ。テレビ熊本。2017年9月7日閲覧。AB、荒木久志地区アナウンサーがご請求されました。 テレビ熊本、2017年8月29日閲覧。AB テレビ熊本の荒木久志地区アナウンサーが、旧姓ツイートツイートが、続々、J タウンネット2017年8月29日同日、閲覧。木村和也。敬意を込めて。木村和発信。2017年8月31日閲覧。熊本龍太。ずっと共に。特アナウンサーブログ。 テレビ熊本。2017年8月31日閲覧。テレビ大分を除く27曲。AB テレビ熊本 Facebook ハット AB。27時間テレビ。収録後に休止したテレビ熊本。荒木アナ。笑顔で出演。スポーツ放置。httpww. 放置。COJP。ン <lui> エンターテインメント2017。2017万909応 HT5181HTML2017 年10月1日閲覧。ありがとうございます。